久保さん、例の話にしましょうか。例の話。あの、なんだろうな。前、なんか、億万長者シリーズで、まあ、例のやつ、結構やった、なんか、やり取りしてたと思うんですよね。で、で、その中で、500万ぐらいの話だったかな。もうやらないけど、500万円ぐらいの話を、なんか、あの久保さんがしてて、 500万円即入金したたみいなねすげえなみたいなね,ないなね <laughs> まあ何かっていうとあのー、なんか余剰資金でやらずなんかなんかやったんでしょうね <laughs> うんだからね僕はねあのー、なんだろうな 情報ビジネス推しで押し面にずっとしますね。うん。まあでも、FX 扱いますけど、それでも情報ビジネスやりましょうっていうのはずっと言うし、やっぱね、余剰資金じゃないとやっぱやめた方がいいですよね。投資というか、お金を使ってお金を増やすっていう。確かに、その、お金をね、増やすっていうことにおいては、ああ、いろんな話があります。いろんなやり方ね。何の じゃあ、そのお金が、自分がそのかけたお金が必ず担保されるのかっていうと、担保されないので100、100%担保はないな誰も保証してくれないし。で、それでなんか人のせいにするみたいなね。うん。だから、要は結局、自己責任できない人間が投資するみたいなね。ね、久保さんね。<laughs> うーん。それは無理だよねっていう話ですね。 うんそもそも自己責任できないのに投資しているお金を使っている多分ね、無理だと思いますよ。なんかこの前、その、おたやせでいただいて、まあ結果多くいただいたんですけど、もう1年半ぐらいね、情報ビジネスをこう始めて、ずっと継続してますっていう人で、こんな、あのー、意見があったんですけどあの、自分でね、商品今まで売ったことがなくて、自分で商品作ってこう売ってみたと。 ででやってるんですけど会社の商品ではないためもちろん全責任は自分にありクレームも全て自分に来るのでプ,ラッシュプレッシャーの質が全然違いましたみたいなねしかしその分嬉しい感想やお客さんの笑顔も全て自分だけに向けられるためやりがいがめちゃくちゃありますというようなこあの意見をいただきましたけどもここなんですよね 全部自分の責任なんですよ。だからビジネスを最初にやるっていうのは、ここを、なんだろうな、経験できるので、これを経験した後に投資やると、まあ、うまくいく可能性は高くなるんじゃないかなと思いますね。責任を負えない人のせいにする状態で投資やってうまくいく人ってまあまあいないと思いますよ。うん。だって人のせいにするってことはどういう,かってどう,いうことかっていうと、例えば、 あーなんだトランプ大統領ふざけんなみたいなね、話じゃないですか。なんか <laughs>。まあトランプ大統領で儲けた人はね、トランプありがとうなよみたいな話してだけど、トランプ大統領で、まあ損失した人もたくさんいるでしょ、世の中でね。トランプふざけんなよみたいなね。一喜一憂するうん。経済指標にも一喜一憂するふざけんな国がどのものみたいなね。そんな投資家勝てると思います どうですかね勝てる勝てます無理でしょ。<laughs> なんかあの、あれですよ。スロット台殴ってるような人です。昔僕パチスロあのスロットやってましたけど、吉宗っていう4号機打ってたんですけど、あの、吉宗、天井っていうのがあって、天井は2000回転ぐらいなんですよね。2000回転回すのに、まあ多分三、ね、3万ぐらいかかるんですよ。3万とか4万とか。でね、2000で回して、 ね、バケ引いてでその193ぐらいに連チャンするゾーンがあるんですけど、えっと、回すでバケで193以内に何も来ないぶん殴ってましたねある人は大をね結構ねあの吉宗そのね8つの時は殴ってる人だいぶ見ましたけど勝てるわけないですよね 僕はあの <laughs>、よう、やるなと思ってましたけど。だってそんな、スロット台に、なんだろうな。スロット台のせいにしてても、無理じゃないですか。<laughs> ふざけんな言うててもね。うん。だからなんか、まあ僕もスロットやりながら思ってましたけど、なんかかわいそうな人おるなみたいなね。<laughs> そう。なんか、 あれはちょっとね、あ、あと久保さん、あとあれですよ。あの、あの、ドンちゃん、ドン青丼だから、青丼打ってたんですよ。で、青丼打ってて、僕殴られたことあるんですよ。一回。なんかその、僕、2000枚ぐらいその時出てたんですよ。青丼で。で、連チャンしてたんですよね。で、隣の人が結構ハマってたんですよ。めちゃくちゃ。で、 どれぐらいまでハマんのかなつってずっとチラチラ見てたんですよ。ね。ハマりがかなりすごかったんで。全然出ねえのみたいな。こっち出てるじゃないですか。ないのみたいな。でち、ちょいちょい見てたら、いきなりボーンって殴られて、お前、見てんじゃねえバカ野郎みたいな。まあ多分僕が出ててね、自分ハマってるので、なんかムカムカしてたんでしょうね。お見てんじゃな、ほら。バーンバーンみたいな。いや、す。いきなり殴られて、なんだこの人みたいな。 あの終わった瞬間もすぐ退出しましたよねありえなくないですかさすがに殴るとかボーンみたいな何事だと思いましたよねうんねなんかまあ無理でしょうね、まあ、勝つことはそういう人が安定的に、えー、勝つことは無理でしょうねそう ギャンブルが悪いんじゃなくて、ギャンブルを打ってる人が悪いんですからね。スロットが悪いわけじゃないですよ。スロットを打ってる人が悪いんで。打ち方です。だ僕はそので、昔弟子にね、パチスロで、スロットでね、2000万くらい稼ぐ弟子がいたけど、まあ、プロはすごいですよ、本当に。意識が。本当、スロットで飯食ってる奴らの意識がすげえなと思いました。あ、これはプロだなと。尋常じゃないですよ。 打ち方が、うん、まあ結局その何をやるかじゃなくてどんな心構えでやってんのかっていう話で気持ちでねうんそうビジネスもどんな気持ちでやってんのかって人のせいにするようなことやってたら投資もそうですしそんなんじゃうまくいかないよって話ですねうんはいいってらっしゃい